はい、どうも皆さんごきげんよう、ネスです。先日ね、ついに新記録出たところですけども、また、新たに新記録出そうなんでちょっと撮ってます。今んとこ577万点、さらにね、自己ベストを目指してやっていきましょう。というわけで本日のウェットリス行きましょう。形は前回安定したあの形そのままで、さらに上を目指すために何をしたらいいか。こうなってくると、とにかくしょうもない大きみそうしないと。あとは常にアースレベルを意識しながら。今のは口を壊してもよかったです。これは確実に山を苦しむ、ミサイルで苦しむよりも明らかにファイアボールで崩した方が綺麗に崩せるというか、効率よくアースポイント、アースレベルを下げれますね。まあそこ山崩してもよかったな、ね、山崩すべきやった。なんとかミサイルで出てるか。これ夢の1000万点いけそうですよとか言ってたら、またやられるパターン。慎重にいきましょう。山崩す。今のはいい判断できました。あと1、2発で1000万いけるか。ちょっと水量が足りるか。ああでもちょっと早なってきました。オードに1000万いきました、ね、ついに覚醒の時来ました。やばい、こういうイレギュラーなことになった時が一番危ない。やばい、
やばいこのゲームの難しさってこうレベルが上がってきたらそのブロックが落ちてくる場所がレベルが上がってきたらというかブロックが落ちる場所はなんですよね、毎回ランダムなんですよね。これちょっとですか。だから最終的に間に合わなくなって置きミスする。もしくはこう絶対ミサイルで開けたらあかんようなところをミサイル落として穴開けてしまう。やばい漏れてる。あーしまった。作り直し。今の無駄な一発やったな。あー間に合わん。やべ。これ巻き返すの大変。ウェットリスも本当の恐怖はこっからみたいな。あかん。無理か。まだいける。いやーこれでも大きめしてしまうな。このレインボーボーナスも何もない状態で、あの音綺麗に出てるところは綺麗に。やばいやばいやばい。くっそむついな。あーしまった。
ということで、何くそ、これやったらあかんねんな。これで一気に水溜まっちゃうんですよ。ブロックを、ああ無理か、ああ終わった。いやーでも1114万6883けましたよ。8月にしましょう。また08、そしてね、ちょうどのピロリン、はい、というわけでね、夢の1000万点超え達成できました。お疲れ様でした。ほなまた。